ませんみたいな。島で必要なものをすべて収穫し、功をなせ。なんか命令されました。長老と呼ばれし者は、説明が始まりました。体力を高め、仙人と呼ばれし者は、攻撃力と守備力の強化、そして能力を再配分する能力を持つ。その説明は最初の島でやってもらえませんか。仲間の協力を得て巧みに島を旅せよ。紫のポータルに入り、必要な鍵や資材を見つけよ。いやだからそれも最初の島で言うべきじゃないですか。いずれも旅路を助けるものとなるであろう。え、もしかして最初から教えてくれたのかな。マグはこうやってじっくり旅をしてないからですか。マグのせいだったんですか、もしかして。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、プレイステーション5バージョンでございます。はい、コゲット楽勝でした。別に何もなかった。あ、なんかある。あ、とうとう来ましたね。 M32 でございます。今回のメインでございます。こんな感じ。だいぶ先進んじゃったな。まあいいか。マップを開けよう。まずなんじゃこりゃ。ん、こうすんのかな。落ちた。はい、ちょっとだいぶ時間かかりました。ただこれでマップが開く。はい、開きましたが、ナックルズの顔はありました。あそこにナックルがいるね。よし、今日はあそこがまず目的としましょうか。で、今私はここにいるのね。でもちょっと一回戻るか。こっちなのね。そっちかな。一旦乗るか。あ、なんか取れた。なんか取れた。今ここで、じゃあ先にこっち取るか。あ、なんかありますね。これはこの位置からすると向こうからだね。で、これはどこに伸びてんのかな。よいしょ。はい、なんか取れました。狙ってるのではないのがどんどん取れていくやつよね。これもかな。あれ、これなんかやったっぽいね。そうだね、これはやったっぽいね。危な。怖い。なんかぐるぐる回ってる。はい、ちょうだい。ああ、なんか一匹逃した。で、こっから来たんだよね。だから帰ろう。
で、これは違ったんだな。じゃあ次これか。どれをやってどれをやってないかが分かんないのにね。やってなかったやつ、あ、なんかここにある。ん、ここ何？あ、なんか見てないところの開いちゃったみたいです。でもポータルがここにあるということが分かりました。一個ずつ行きましょう。逆だった。え、今なんか取れた？なんか何も取ってないような感じが。危ない。これはどうやって取るんだ？え、どこに何がある？消えちゃった。これかな。ああ、そこにあるわ。隠れてたよーと。そこにもあるんだけど、はい、取れたよと。あっさり。はい、もう次から次へと行きましょう。これはこれだな、これだな。もう慣れたもんだね、見つけるのも。危ない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 。よいしょー。これでここに来るんだったのかな、もしかしたらね。あ、そこにもあるじゃん、ほら。はい、ゲット。あ、なんかある。いや、いいね。なんか立て続けになんかあるじゃない、ちゃんと。失敗するし。あら、なんかまだあるじゃない。なんだろう今。なんかあそこに敵いるない？いるない？なんかやばいのいそう、あそこ。うわ、なんだこれ。楽しいやつ。はい、なんか取れた。でもこれも入っていいやつ。あれ、なんもなかった。なんか楽しいやつ。構わんのだが、俺どこに連れてかれてるんだろう、これ。ゲットー。ここどこ？いや、もう知らないとこ。もはや知らないところに通されました。私は今、帰らせてください。たまにあるやつ。こっち方面なのかな。帰らせてください。なんか違う方向に向かってってます。なんかよくわかんないままここまで来てます。あれ、またいるじゃん、あいつ。ほら、でっかいの。俺今どこにいるんですか。違うところに、違う土地に急に連れてこられてびっくりしてるやつ。なんなのここ、ちょっと怖いな。わあ、よいしょ。はい、取りましたと。またなんかあるでしょ。乗っかっちゃうでしょ。取っちゃうわけですよ、これ。
あれなんか帰ってきたっぽいよなんかね帰ってきたっぽい。 うまいことできてるね。で俺はあれを取りたいのね。どこにあんの。あそうだよ、これをどうやって取るの。楽できました。今それで結局どこ。でもここら辺なんだな。あっちに行きそう。どっか上に登れるところはないかな。なんか取れた。そしてなんか変なのとどんどん近づいていく。これっぽいですね。何にもしないで取れるやつだった。こんなの多いな。これはもう取ったっぽいですね。さあこれでどう？だいぶ取ったね。これを取ったらまあもうちょっとしばらくはもうお腹いっぱいかな。はいこれでもうお腹いっぱい。はいじゃあこれで この付近はだいぶ取ったね。まあこの10分で鳥も取ったり、でなんだこれ、なんかハテナがねいっぱいあるし、あーこれもやろうか。うん、これやろう。で、じゃあ先にちょっとナックルズ行きたいと思います。一旦カット。でも順調ですよ、結構。いい具合に。取るものは取ったよ。やっぱすごい建物やね。またなんか相変わらず、ゴテゴテしたものが、鎖につながれてますね。え、砂漠なのに湖ですか？すごいところに待ってますね。なんか英語が書いてあるみたいだね。あ、違うか。で、これも何台？ん？これポータルですか？まさか。なんか取れたけど。それを取りたかったわけじゃないんだかな。どうやって上に行くのかな。あれこれ上には登らせてくれない。どうやって上に登るんだろうこれ。あれ下だった。これか。ん？違うっぽいぞ。うん、違うっぽいな。あ、やっぱり上になんかある。上に登りたい。まあいいや、ちょっと先にナックル行くか。ただあそこにポータルがあるってことが分かっただけいいね。私は今どこへ行こうとしているのか。あ、これで乗るのか。あーはーはーはー。おかわりました。着地。
この子先になっちゃったけど、まあいいか。女の子先。ナックルズごめんね。徐々にバグが治ってたりとかしないかね。君の空飛ぶ化け物、前の巨漢から随分良くなってるな。動きはいいみたいだけど、結果は同じだぜ。あなたはなぜカオスエメラルドが使えるの？条件更新、二度と負けるわけにはいかない。悪いけど、仲間を助けるのを邪魔しないでくれる？ダメ？じゃあいいよ、君のやり方でやろうぜ。ただただ挑発している。挑発するのは勝手だが、まずナックルズに会いに行こうよ。ナックルズを忘れてるのよ。なんか変なのがある。会いに来たよ。池の中央に線が見えるか？あれを抜けば水がなくなるかもしれないな。問題は俺は手伝えないし、お前は水中では役立たずだ。お、ご心配どうも。とにかく鎖につながってる装置を押せば鎖を巻き上げることができるんじゃないか？やってみるか。だが滑って落ちるなよ。助けらんねえからな。なんだろう、あれ大砲？なんかソニックの目の前にある大きな水たまりの中には何やら線のようなものが見えます。その上には浮遊プラグストーンがつながっており、衝撃を与えたら下の線が動くかもしれません。なんで向こうなんだ？ほら、なんでこれなんだ？これは何なんだ？上に乗るのか？あ、なんか前も乗ったな、こんなの。え、乗るだけ。なんだこれ。なんで再ループの説明が来たの？おお、びっくりした。なーにそれー。あー、やっぱり銃みたいだなって思ったのはそういうことか。弾を褒める。発射。違った？また追加されてる。じゃあ違ったわけか。この弾をどこに当てればいいんだ？鎖じゃなかったね。で、水の中はね、狙えなかったね。え、あの、上狙う？上まで行くなら上狙おうか。これの中心線。合ってんのかーい！線みたいな。
おい、オアシスの水を抜いちまってよかったのか。さあな。でも先に進む道はできただろう。よく言うな。お前はこの暑さがわからないからな。次のエメラルドまで競争だ。え、あれ、どこだここは。あららら、こんなになっちゃった。あ、なんか下に入れそう。ただ気になるのはこっちなので、まず M シリーズと、さっきポータルあったよね。ちょっとポータル行きますか。よし、じゃあ一旦カット。さあ、まずはちょっとマップ開きたいですね。本当はそっちが先だったのに。あ、反復横跳びかな。そう、フェイント仕掛けてきやがった。反復横跳びだと思ったらまさかの同じ場所。あ、だいぶ開いた、だいぶ開いた。左の方にもう一個開いてるかな。あ、ここにもあるね。ここは行くと こう開いて、こう開くとそっち開くのね。オッケー。でもね、開いた方が楽なんだよね。カオスエメラルド手に入れるって書いてあるのに、カオスエメラルドがねえ。2の4。あれ、俺2の3を今探してんだが、2の4先やっちゃう、それともこっち行くか。ちょっと M 開くか。今回はじゃあメインはやらずにそっち行きますか。今回の今のなんか三角の建物でもいいかもね。それで終わりでもいいかもね。一気に飛ばしてきますか。じゃあこれ乗ればいいのか。こっちか。よし、もうさっさかこっち来ちゃいました。一筆書きだねこれはね。どうしようかな。いや、ちょっとここ邪魔。違うな。違うな。違うな。こうかな。おー、行ったんじゃない。うおー、今のすごくない。一発。はい、ないか。これでもないか。ニノさんどこやんねん。いやー、こっちなのかな、それともここら辺とかにあんのかな。ここら辺とかここら辺とかに。あ、でもここも開いたな。じゃあちょっと今回は脱線せずに行きたいので、横取り。きっと、え、なんだ。お前か。無視していい。これが M35。うまくいってたみたい。およかった。さあ、これでどう？開いた。さあ、
ポータルはどこ？あ、カオスエメラルドの方があった。残念ながら2の3がない。ただカオスエメラルドは開いたのか。今回の動画は栓抜きだけで終わる栓抜きで終わりにしちゃうか。あ、こっちにもあるんだな。なんか中途半端に開くな今回は。近いからここ行くか。まず開こう、マップを開こう。あーし、なんかよくわかんないところついた。ああ、空飛ぶやつか。微調整微調整、いいんじゃないですか、バッチリ。なんだあそこの衛星みたいなやつは。さあお願い開いて。なあマジか。2の3どこにあんのよ本当に。もういっか、2の4やるか。じゃあ次回こんだけ開いといてないんじゃもうないでしょこれ。これはいいよな別に。それでもこっちが正解。ここまで来た以上行きますか。どこ行けばいいんだ。ここまで一気に。あれでもなんか一回通ったような気がするねこの辺。ああ、あったもう強引にクリアしていく。マップだけちょうだい。どういうことあれはどうすればいいの。こうすんのかな。そうみたいでした。はい、クリア。なんか余計なことやったんだね今ね。さあお願い、ここに2の3あって。なマジでない。メモリーアイテムばっかりか。わかりました。じゃあないものはないのでしょうがないので、ここ行きましょう。じゃあ次回2の3飛ばして2の4やって、カオスエメラルドを取る。それを次回の動画にしたいと思います。いや、まさかのまさか。2の3どこよ。じゃあこっちなのかな？ね。このカオスエメラルドを取るあたり、ちょっと、こういう風に行きますかね。ちょっとここら辺探してみようかな。いやー、開かないと思わなかったな。ないよね、他に。ないよね。いやー、参っちゃったな。あー、崩れるんだ、これ。あ、ここかと思ったら違った。こ
この敵あんまり好きじゃない。しかも痛い。あれなんか石にはならないの。この敵嫌い。お手軽に倒せない敵は好きじゃない。え、そしてここどこだっけ。そうか、ここら辺のやつって全部やってないのか、まだ。あ、じゃあまあ このメモリーアイテムを全部取っていきますかね。あ、そうだね、ここら辺全部取ってないね、全然ね。あ、じゃあまあここら辺探索からスタートしますか。あの建物なんだろう、あそこも行きたいね。というわけで今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。いやー、なかなか、あれ、ん、ニノさん、あれ、動画の中では、え、マップに出てた今。なんでニノさんここにあんの。今もう番組締めようとしてる途中でしょうが、まったく。というわけでニノさんありましたね。あ、ニノさんですね。どういうこと、マジでどういうこと。あれ、あるじゃん。え、俺見逃してたの。え、もしかしてマップ上にずっと見えてた。あー、これあれだ、ナックルズの顔で見えなかったんだ。ナックルズのせいでした。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。じゃあ2の3、2の4全部やるか。ナックルズのせいよ。